田中式入門講座、予備試験上位合格者が短期合格の秘密を大公開。こんにちは、レク専任講師の田中です。今日は、先ほどの田中式入門講座ということで、ガイダンスの内容にはなるんですけれども、これから、予備試験、司法試験を、目指す、まだ勉強始めて間もない、もしくはこれから勉強始めようかなという人向けに、実際予備試験、もしくは司法試験というのはどういった試験なのかと、あとはその予備試験司法試験に合格するために具体的にどういうふうな勉強をすべきなのか、もしくは、やっていい勉強法、やっちゃいけない勉強法、そういった、これから勉強を始める人向けの、話を知ってきたらなというふうに思ってます。なのでこれから初めて勉強していく人も対象にしていくので、大きく分けてまず予備試験ってどういうものなのか、もしくは司法試験、予備試験どちらもそうですけれども、どういうふうな、試験なのか、それについてまず、簡単に話をした後に、じゃあその予備試験、司法試験を目指すためにどういうふうな勉強法が、いいのかというような話を、最初していきたいと思ってます。で、あとこれは田中式入門講座ということで、私はレックの方で、入門講座の方を担当しますので、その予備試験司法試験に向けて、実際どういうふうな、講座の進め方を進めていくか、そして、どういうふうな特徴があるのかということも、踏み込んで説明していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。で、まず最初に予備試験司法試験というふうに、言ったと思うんですけれども、司法試験は、合格をして、裁判官、検察官、弁護士になる、いわゆる法曹になるための、試験ということになります。で、予備試験とは一体どういうものなのかということ、まず簡単にちょっと、説明しようかなと思ってるんですが、司法試験を受験するためには、今は司法試験の受験資格というものが、定められています。それが大きく分けて2つあって、1つは法科大学院に、未修であれば3年間、既修であれば原則2年間、法科大学院を修了した後に司法試験の受験資格を得て、その後、予備試験、その後司法試験を受験するというルートが一つです。で、もう一つは法科大学院を、経由せずに、予備試験という試験ですね、予備試験を受けて予備試験合格をすることによって司法試験に、受験をするという2つのルートがあります。具体的にちょっと、分かりやすくというか、簡単に説明をいたしますと、最終的な合格というのは、司法試験というのが、一番、合格のためのルートになるわけだけれども、一つ目のルートが、司法試験に行くために、法科大学院を修了するというルートです。で、この法科大学院というのは、法律の既修者は大体2年間、もしくは未修者、全く、法律学習していないような人であれば3年間、いわゆる大学卒業した後ですね、法科大学院を進学して 2,3 年間、修了してから司法試験を受けるというルート、それともう一つが予備試験に、合格をして、司法試験に行くというルート、2つあるわけですね。2つあるわけです。はい。で、で、予備試験、おそらく、これまでにも聞いたことがあると思うんですが、一般的には難関試験というふうに言われています。合格率であれば、大体 3% から 4% ということで、一般に狭き門というふうに、言われているわけですけれども、ただ合格者については、年々増えてます。1回目の時は116人、だったものが、今は、第5回の、最終合格者だと394名、に合格増えてます。つまり全体でいうと約4倍ですかね。法科大学、失礼しました、予備試験が始まってから約4倍ぐらい、どんどん、合格者が増えているという状況です。で、実際私も司法試験、予備試験の方から、社会人経験を経て、勉強して司法試験の方合格したわけですけれども、今や
司法試験自体で受験ルートとしても予備試験というのは確立されていると考えていいのかなというふうに思ってます。実際に自分の周りであったりとか、まあ、あとは、弁護士の、周りの人たちを見ていっても予備試験、から来た、学部から大学の法学部から予備試験でそのまま司法試験受けましたとか、もしくは社会人の方で、法科大学院に行かずに、まあ、働きながら予備試験、受験して合格をして、でそのまま法曹になりましたので、相当にいます。なので実際昔のような難関試験というような、イメージではなくて、一つの、ルートであるというふうに考えてもらっていいのかなというふうに思ってます。で実際合格率に関してはこの 3% とか 4% とかその合格率の低さっていうのがすごく、目に留まって、それで難関試験だというふうに、思っている人が結構多いんですが、実際これにはちょっと罠というか数字上のトリックがあってですね、司法試験っていうのは、予備試験っていうのはどういうふうになっているかというと、全部で 3個の試験があるんですね。まあ、予備試験最終合格するまでにまず一番最初に、担当式試験といって、これいわゆる択一型の問題、マークシートの試験があって、でそれに合格をしてから論文式試験で、この論文式試験を突破してから最後に、口述式試験、まあ、いわゆる試験官との口頭試問みたいなのがあるわけです。でじゃあ実際にじゃあ合格率ってどういうふうな感じなのかなというと、ちょっと紹介しますとですね、平成29年つまり今年の予備試験でいうと出願者数が約1万3000人約1万3000人だったわけですが、担当式で、実際に合格した人が、2299人、失礼しました、ごめんなさい、こうですね、2299人で、この2299人で合格率が 21.5% です。じゃあ論文式はどうかというと、まあ、実際に受けた人が、2200人受けたんですね。99人はおそらくこれ対象外、実際受けに来なかったんでしょうね。この2299人の中で実際に受けた2200人のうち、合格者数が469人、合格率 21.3% という形になっています。で口述式というのは実際に合格率としてはもう本当に 90% を超えるような試験で、しっかりと論文終わった人が、やればなめないでちゃんと受ければ、合格することは比較的容易な最後の試験になります。でさっきの数字見ていただいて、気づいたと思うんですが、担当式でまず 20% の合格率ということはまず、5分の1で振りかかってんですね。でその後に論文式試験でさらに、まあ、20% ですから5人に1人という形で、これを掛け合わせていくと大体合格率でいうと 5% 未満ということになっています。で予備試験の最大の特徴っていうのは何かというと、誰でも受けられるんですね。誰でも受けられるので、例えば、まあ、記念受験のような人であったりとか、もしくはすごく長期的に何年も計画の中で力試しで受けている人、そういう人も、たくさん受けています。なので実際担当式試験でふるいにかかって、でここで大体その記念受験じゃない人たちのふるいがかかってるっていうイメージでいいのかなと思ってます。実際にこの1万3000人の中には相当数、先ほど言ったような本気で予備試験でドンと受かってやろうっていう、そういう人じゃない人も入っていて、事実上ふるいにかかったのが、この2200人ぐらいというふうに考えると、イメージしやすいのではないかと思います。なので実質的合格率って考えると、さっきの 5% と考えるよりは実質この論文式の 21.3%、よりまあちょっと低いぐらいかなっていう風な体感でいいと思います。でこのように考えていくと、予備試験自体はその合格率以外のところに目を向ければ全然難しい試験ではありません。現実的に合格することが可能な試験であるというふうに言えると思います。でただそのためにはメリハリをつけた学習であったりとか、実際短期合格に向けた具体的な戦略であったりとか、正しい勉強法というのが必要にはなってくるとは思います。でじゃあ予備試験実際概要についてさっき、話をしたと思うんですけれども、じゃあ合格するために一番重要なことは何かということなんですね。
でこれ私が実際に予備試験を受験して、もしくはその予備試験の、まあ、こういうふうな、指導に携わる中で常に思っているのが、とにかく本気で合格を目指すことです。難しい試験だから、じゃあ受かればいいなっていう形でダラ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 やっていったら、いつまでたっても合格にはいかない。で本当に受かってる人の特徴は、自分は予備試験に受かるんだっていう具体的な目標を持って学習を始めてます。つまりもうちょっと具体的に言うと、合格の具体的な年度を大体絞ってます。だから、今から2年後、もしくは今から3年後に予備試験を合格するんだと、具体的な学習年度、あ、失礼しました、目標年度を明確にしている人が、合格に近い、人かなというふうに思ってます。で先ほど見たそういうふうに本気で目指す人が実は限られている、試験だったりするので、まずそこの部分で合格のために本気でやるんだっていう、その目標をはっきりと決めるっていうのが、一番最初必要なことなのかなというふうに考えてます。で実際にじゃあ何年が具体的にいいのかなっていうのはあるとは思うんですが、まあ、私の試験ではあるんですが、基本的には学習スタートから2年というのを一つの目標にすべきかなと考えてます。例えば、今大学の、学部で、勉強している人であれば、今例えば2年生であれば、3年生4年生の、この4年次で、予備試験に合格をするというのを具体的な目標にするといいと思ってます。でもしくは今大学の1年生であれば、2年目3年目で大学の3年次に、予備試験に合格をして、大学4年次に司法試験に合格するというようなプランが、具体的にはいいのかなというふうに思ってます。でなぜかというとですね、特に学部の、方ですと、先の法科大学院との関係ね、法科大学院との関係で、要は予備試験の勉強を学部の間で目指しながら、まあ、実際に、まあ、予備試験自体で合格できればいいですし、予備試験自体が例えばちょっと力が及ばなくても、それというのは法科大学院の寄修者試験ですね。実際に上位と呼ばれる、いわゆる東大とかのそういった法科大学院の上位の奇襲試験と密接に法律の内容なので関わってくるので、予備試験に向けてしっかり勉強していくっていうことが、まあ、それがひいては場合によっては一つの保険のルートとして、法科大学院の上位の法科大学院、合格率の高い法科大学院の対策も兼ねているという部分もあります。なので、法科大学院まだね、目指す目指さないは別としてですけれども、そういうふうな具体的な、内容というのを、目標を持つということが大切なのかなというふうに思います。であとは社会人の方ですと、どうしてもこれは何年かっていう計画立てないと、本当にいつまでも やっちゃうんですよね。やっぱり周りでもそういう人を結構見ていて、司法予備試験の勉強も予備試験始まってからずっと、予備試験受け続けてる人っていうのは結構見るんですけれども、傾向としてはやっぱり目標年度は決めてる人は少ないかなと。要はとにかく勉強してるんだけれども、まあ、いつまでにやらなきゃいけないかっていうことが明確でないっていう方は多いのかなというふうに、あくまでも体感的ではありますけれども思います。でじゃあなぜ目標を決めるかというと、さっき言ったモチベーション高くするっていうこともあるんだけれども、もう一つは具体的なスケジュールが立たないんですよ。例えば2年間っていうふうに決めてれば、その2年間で合格するために、じゃあ1年目何をやらなきゃいけないか、じゃあ2年目何をやらなきゃいけないか、はっきりとした目標が立つんですよ。要はただただ勉強してるっていうだけではなくて、今やってることっていうのがその2年後でどういうふうに使うのかっていうのが意識した勉強ができるというのが一つメリットかなというふうに思ってます。で例えばですが、まあ予備試験短期合格という点では具体的なスケジュールを立てなきゃいけないわけですね。で例えば予備試験がありますと、予備試験がありますと、でそれが2年間ありますと、でじゃあ2年間で何とかしなきゃいけないって考えたら、例えば最初インプットを、例えば科目数すごい多いんですよ、予備試験ってね、すごい科目数あるけれども、いつまでにインプットを終えなきゃいけないかっていうふうな、大まかなイメージが湧くんですよね。例えばインプットっていうのを、例えば1年間で終了させようと思ったら、じゃあこの1年間でインプットを終わらせるためには、じゃあそれぞれの科目だね、憲法民法刑法って結構たくさん科目があるんだけど、それぞれの科目をどのタイミングで
終わらせなきゃいけないかというのがはっきり出てくるんですね。でそうすると今やってる勉強、例えば一番最初にインプットで民法をやってみようというふうに考えたら、じゃあこの民法はいつまでに終わらせなきゃいけないかっていうふうな、ところになるわけです。で仮にこれがバランス考えていくと、例えば2ヶ月、それはちょっと難しいか、例えば、3ヶ月で、民法を終わらせなきゃいけないということになったら、じゃあその3ヶ月で終わらせるために、その3ヶ月を終わらせるためにどういうふうな、じゃあ計画を立ててはいけないか、つまり例えばテキストで言うと、このテキスト何ページ分、これをどのタイミングで終わらせていかないと3ヶ月で間に合わないのかというふうに具体的なイメージが湧いてくる。でこの具体的なイメージが湧いてるかどうかっていうのが、その2年間という、短期的な、計画というのを成功させる、秘訣なのかなというふうに思ってます。なので、大切なこととしては、一つ目はこの具体的な目標を立てることですね。でもちろんこれアウトプットですね。この後実際に論文対策でアウトプットという形でどん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 問題を解いていくということにはなるんだけれども、ただ2年間というふうに決めていけば、アウトプットする時間っていうのはインプットが全部終わってからアウトプットするっていうのはなかなか時間足りないと。そうすると意識的にインプットをしながら、できるところはアウトプットももう始めながら、インプットとアウトプットを並行しながら学習をして、でインプットが完了したら、インプットは復習も当然しなきゃダメだけど、復習も兼ねてアウトプットの集中したアウトプットに入っていくと、こういうふうな計画っていうのが見えてくると思います。予備試験 の攻略という、点では、その具体的なスケジューリングを立てていくこと、それからそのスケジューリングを立てていく中でアウトプットを早い段階から意識して勉強することが必要。つまり具体的に言えば、もう最初の段階から担当対策、いわゆる担当の過去問であったりとか、問題集ですね、そういったものであったりとか、論文対策、書けるものは論文もやってみるという形で、試験を意識した形で、計画を立てていくことが必要かなと思います。じゃあ計画を立てたら、じゃあ今度はどうするかということですけれども、当然実行するということです。でこれ結構勘違いしてる方って結構周りも多くいるんですけれども、基本的には予備試験自体難しい試験じゃないと結構言われてて、合格も、ある程度、現実味を帯びている試験ではあるわけですけれども、これ勉強時間が短くて済むというわけでは決してないんですよね。合格は実現可能ですけれども、合格するためにはある程度きちっとしたまとまった勉強時間、これは確保する必要があります。よく隙間時間で勉強で予備試験とか受かりますよっていうような話よく聞くんですけど、あれは嘘です。私に言わせると、隙間時間っていうのはあくまでも初めて勉強する人がゼロから勉強するときに隙間時間でちょこ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 形になるなんてことはなくて、隙間時間っていうのはあくまでも復習のためです。一回やったことが抜けてるかどうかっていうのをもう一回確認するために、隙間時間をうまく使って有効活用しようというのはまだ分かりますけれども、あくまでも勉強というのはまとまった時間でやらなきゃいけないというのは間違いなく言えることかなと。で特に学生の方と社会人の方ちょっと分けて、話をすると、学生の方ですと大学の講義とはやっぱり別に対策すべきです。あくまでも大学の講義っていうのはもちろん体系的にすごく重要なことであったりとか、もしくは学術的に深いことまで掘り下げるということはあるけれども、司法試験予備試験においてはあくまでも論文を書く、事例に対応するという試験対策が必要になるので、それとは全く別の何らかの試験対策の勉強は時間数確保しなきゃいけない。で社会人の方も働きながらで結構忙しいのは十分わかるんですけれども、その中で決まった時間を取る、例えば1週間で、例えば数時間、まとまった時間を取って、その時間は徹底的にインプットに励んでもらうというような形で、一定の強制力、経験上それは深く思うところで、強制力としてこの日は勉強するんだっていう形で、決めると。でそれは予備試験対策、司法試験対策という形で、きちっと試験対策に特化した形の勉強をするということは必要かなというふうに思ってます。でそれと関連するところなんですけれども、まとまった時間を取らなきゃいけないっていうのは集中力を生むんですね。で、司法試験予備試験ともにものすごく1日あたりが
タイトなんですね。時間がものすごい試験時間が長いんです、予備試験に至っては、論文全部で、県民系、民訴係訴訟法行政法、あとは実務基礎という科目、ちょっと初めて聞いた人は全然そんなのあるんだで、民事実務刑事実務一般教養、全部で10個の論文書くんですけれども、この10個の論文を2日間で書くと、いうような試験のスケジュールです。なのである程度法律の勉強を長時間集中してやるという習慣がついてないと、もう最初の体力気力の面で、やっぱりビハインドを負ってしまうと。でその本気で目指しましょうって言ったのは実はそれでもあるんですよ。本気で目指さないと長期間勉強しないんです、例えば、入門講座の話で言うと例えば3時間入門講座っていうのは1回で講義するんだね。でその3時間っていうのは実はやっぱり意味はあって、だらだら勉強している3時間と、密度の濃い中で3時間やるっていうのはやっぱり全く違うんだよね。でそれがきちっと毎回毎回習慣づいてる人っていうのは試験の時集中力も途切れない、そういうふうな、効果もあると。で私の一応入門講座って実は結構特別で、実は隔週で6時間入れてます、でこれはもう予備試験司法試験のスケジュールを意識して、そうしてます。要は時間としては3時間の授業をやってから休憩1時間挟んで、3時間、6時間びっちり、もう密度の濃い内容をやるわけだけれども、この6時間というのはまさに予備試験の、1日の試験時間です、なのでその時間数当たり前のように、集中して学習に取り組むというような、目標もあったりするわけですね。ここまでが、その総論的なところですね。勉強の仕方について、こういうふうに考えましょうというところです。であとはこの後はその担当式論文式っていうふうにあるので、それぞれちょっと簡単に、どういうふうな、ポイントで勉強すればいいのかなというところだけ、触れていきたいと思います。まず担当式なんですけれども、これ司法試験では県民系の3科目です。県民系の3科目です。なので比較的司法試験法科大学院ルートで行く人っていうのは3科目だけ知識を抑えておけば択一終わっちゃうのであれなんですけど、予備試験の場合には8科目です。8科目一般教養含めると8科目で、まず幅広く出題されてくると、っていう特徴があると。であともう一個は一般教養科目っていう科目があって、本当に一般教養が出されると。でこれはもう本当にブレブレなんで、できる時とできない時差がものすごい激しい科目なので、じゃあ確実に予備試験で、合格していこうと思ったら、その法律科目の7科目ではもう完全にもう合格にたどり着くような点数取らないと、やっぱり不安定になってしまうということですね。なので予備試験ルートを考えている人はもう学習の初期段階から担当対策は結構きちっとやった方がいいと思ってます、具体的にどういうふうな対策をするかって言ったら、おそらくもう司法試験予備試験の過去問で大体出題されるものって出尽くしてると思うんだよね。実際に今までの過去問とかバーッと検討していっても過去問でやったものですね、司法試験だといわゆる新司法試験になってからで全然構わないですと、あと予備試験の過去問で出題されたものを網羅できてればもう合格ライン余裕で超えるんですよね。なので講義を受けた後もしくは自分で勉強をしてある程度の ある程度の分野が、終わった後に、もう過去問から入っていくという感じで、もうアウトプット対策を最初の段階からすべきかなというところです。で、あと早い段階からアウトプット対策をするという意味で択一の過去問をやるという、ところを今話したと思うんですけど、それと大切なのはもう一個ここで復習の習慣化をしちゃうといいです。さっき隙間時間っていうのは復習の時に使うんだよねみたいな話しましたけれども、実際に最初の段階から時間の使い方って意味で復習段階でその過去問を見直す、それをもうどういうふうなタイミングでやるのかとか、もしくはどういう隙間時間でどのぐらいのことができるのかっていうのを早い段階で、もう学習している段階でなんか体感的につかめるといいのかなというふうに考えているので、その復習っていうのを習慣化するというのも必要なのかなと思ってます。次に論文式ですけれども、論文式はもう常に具体的な事例意識するってことかな。予備試験っていうのはもう事例問題です、すべからく、もうある事例が出てきてその事例を解いてくださいというような形なので、実際に具体的な紛争事例っていうのを意識しながら、学習していくと。
で、実際、入門講座、まあ、私の入門講座はもうほとんど事例ばっかりやるんだけど、なんで事例やるかって言ったら、事例が分かんなければ合格しないからなんだよね。なので、ただ単に法律の概念であったりとか、その法律の趣旨とかをただ学ぶだけではなくて、じゃあこれがどういう事例で使われるのか、もしくは逆に事例見た時に、この事例はこの法律が問題になるよねっていうのを常に考えながら事例を読ん、あのして、問題に取り組んでいくと、もしくは学習を進めていくということが、必要不可欠なのかなというふうに思ってます。どうしてもまだ勉強始めてない人も多いので、単答とか論文とか、どういうふうなものなのかっていうのがまだイメージ湧いてない人が多い分だけ、ちょっと抽象的に聞こえちゃうかもしれないんだけれども、まあすごい砕いて言っちゃえば、勉強するときにもう試験を考えながら勉強しましょうと。で、アウトプットできるものはアウトプット、つまり問題演習やりながらやっていきましょうというところが、もうとにかく肝になるのかなというふうに考えてます。はい。で、実際、そういうふうな、予備試験、に向けて、もしくは司法試験に向けて、まあ、これから私の方でも入門講座の方を担当するんですが、その入門講座のまあガイダンス的な意味も込めて、一応、まあ、私の講義の売りという形で、ちょっと話をしようかなと、最後少しね、思ってるんですが、まず、まあ、売りがいくつもあるっていうのは、ちょっとね、自分で言うのもあれなんだけれども、まず最大の売りになるのは、もう1年目の学習ですね。まあ、2年間で合格をするための1年目という観点に絞った学習をします。一般的には、法律的な勉強をする時って、ものすごいたくさんのことを、あれもやりなさい、これもやりなさいっていう形で、まあ、いろんなことを覚えなさいというふうに指示をされるとは思うんだけれども、正直やれる量限られてるんだよね。それ例えば4年とか5年とか長期的にやれる人は、まあ、長期的に考えるんだったら別だし、もしくはものすごい時間使えるんだったらやった方がいいに決まってると。ただそうではなくて、ある程度現実的な時間数の中で1年目にやって効果が上がるもの、つまり具体的に言えば重要な概念、これ知らなかったら全くやばいんじゃないかっていう概念、それからあとはもうシンプルに試験で問われやすい概念、この概念にも1年目でやれる絶対的な時間数の中で重要度をランキング付けしていって、その中でも大胆に内容を選んでいきます。で、やってないことはいずれやるんだっていうのは2年目でやればいいんですよね。重要なことが分かってから2年目で応用的なことをやれば、理解のスピードも全然違うのね。最初の段階でごった煮で簡単なものの難しいものをやってったら、もう難しいものが理解できなくて、それで、まあ、法律嫌いになっちゃうってこともあるのでね。重要なことをとにかく早い段階でやると。で、絞るかどうかっていう話今しましたけど、試験っていうのは基本的にこの絞る力っていうので大きく差がついてるのかなと。何をやるかっていうよりは、何を切るかっていう、その部分、なかなか自分じゃ判断できないかなっていうところを、実際私講義の中では、結構大胆に絞ってしまおうかなというふうに思ってます。で、それが一つですね。で、その上で、まあ、レックの、講義では一人の、まあ、講師が全部の科目やるんですよね。で、なので科目間の関連性ですよね。この科目でこれやったから、じゃあそれと関連した別な科目、もしくはこれで関連した他の科目っていう形で、全部の、法律科目7科目に関して、俯瞰的、つまり全体から見て、重要度を選定するので、これ、例えばこの民法はこの人、刑法はこの人、憲法はこの人ってやっちゃうと、結局、その人って言ってること違ったりするんだよね。で、言ってること違うし、まあ、1科目だけ担当してるのであれば、大体自分の科目ってこれ重要だよ、これ重要だって結構膨らんでいくんだよね。おそらくその大学受験の予備校とか考えてみるとさ、わかるでしょ？各科目先生違ってて、各科目の先生が重要だよって言ってること全部拾ってったら、ものすごい量になっちゃったみたいな。で、受験生からしてみれば、もう俺一人、自分一人なんだから、限られた時間でどれを優先するんだっていう、そういうジレンマって結構あると思うんですよ。で、まあ、私に限らずですけれども、入門講座の中での一つの、これは特徴というか、すごく大切なことっていうのは、一人がやるってことね。だから、その科目間のバランス、つまりこの科目とこの科目の関係では、この科目の方を優先した方がいいよとか、この科目は時間かけた方がいいよとか、そういったことまで触れていけるというところはあるのかなと思います。それから、あと、
もうとにかくアウトプットっていう話しましたけれども、とにかく担当と論文を意識します。で、私の講義の場合ですと、もう担当の過去問はできるものについて全部毎回の講義の後指定します。今日ここやったから、このこれとこれとこれの担当過去問はもうできるから、まあ、やってみてくださいと、うん、であとは論文についても、実際に過去問は解けなくても、例えば、今日やったこの事例については、例えば実際に出題された場合に、これちょっと論文でちょっと軽く書いてみましょうみたいな形で、もう1回目2回目の講義の中でもうすでに実際予備試験で必要な、アウトプットっていうのを少しやりながら進めていきます。うん、あとはそうですね、やっぱり難しい概念についてはもう時間かけて説明をするっていうのは、まあ言うまでもないのかなというふうには思ってますけれども、あとはそうですね、事例ですね。事例、本当は予備試験の問題とかをここでね、実際見せて、こういうのが出るんだよっていうふうのをちょっとやろうかなとも考えたんですけれども、まだなんていうかな、勉強始めたばっかりの人がそれ見てもちんぷんかんぷんになっちゃうと思うので、あれちょっと今回見送ったところではあるんだけれども、とにかく問われているのはさっきも言ったけれども事例なんですよね。だいたい各科目1ページないし2ページぐらいの実際の事例が書かれてて、でその事例を見て、例えば A さんが Y さんにこういう請求をしました、じゃあ、この請求は認められるでしょうかっていう形で、その事例を使って解決をしていくという出題がされると。ということは、実際に入門初期段階でその事例ですね、この法概念はこの事例に適用されていくんだと、もしくは逆、さっきも言ったけれども、じゃあこの事例解決するためにはどこが問題になっていて、じゃあこの問題を解決するためにはどの条文を使うのか、もしくはこの問題を解くためにはどの判例を考えていくのかみたいに、具体的な事例っていうのを意識しないと学習効率上がっていかないので、でこれ一般的にその基本書って呼ばれるものを見るとあまり事例が載ってないんですよね。まあ、事例中心になっている基本書っても最近いくつか見る機会は多くなっているけれども、やっぱり事例数は圧倒的に少ない。でそれなぜかというと、あくまでも試験対策じゃないからなんですよ。試験対策であればもう絶対に事例をどん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 たくさん見ていって、実践的にどん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 処理していって、でその処理の中で法概念学んでいく、もしくはその処理の中でその法律の構造、もしくは法律、もしくは判例の判断基準、そういったものを見ていかなければ効率がとにかく上がっていかないと。なので入門講座の中ではテキストでも、使えますけれども、基本的には事例をバン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 出していって、でこの事例解くために何するっていう形で頭の中でその事例を解いていくっていう頭を作っていきます。でその事例を解いていくときに頭の中で考えたことっていうのを吐き出せば、それが論文になるんですよね。なので最初にまだ論文書けないっていうふうに言いましたが、論文まだ書けなくても、その頭の思考過程を入門講座の中で作っていけば、それがそのままアウトプットの時にそれを表現するという次元に変えるだけですよね。実際ものを書くという、表現するというレベルに変えれば論文対策になるので、そこら辺のところはアウトプット対策になるのかなというふうに考えています。で実際さっきも最後にちょっとなるところなんですけれども、最初に言ったところかもしれないんだけれども、予備試験も司法試験も全部含めて言えることなんですが、本気で目指すっていうことにつきます。何回も繰り返すけど、なんで何回も繰り返すかっていうと、それが今回このガイダンスで、とにかく意識というかね、皆さんの心の中にとどまっていてほしいことなんだよね。実際に例えば大学入試とかねであれば、リミットが決まってるでしょ。だいたい高校卒業するときに大学受験があるから、やばいっていう危機感が生まれてきて勉強ってするわけだよね。だけど司法試験とか予備試験ってあくまでも資格試験なんですよ。で資格試験であるということは、そのいつまでに受けなきゃいけない、いつまでに受からなきゃいけないっていうことが具体的にやっぱイメージ湧かない。あともう一つは、どうしても大学にいたり社会人の方、もしくは会社とかにいると、その
周りがじゃあ必ずしもみんな司法試験予備試験目指すっていう風な人ばかりではないですよね。むしろ少数派だと思うんですよ。例えば将来司法試験受けたい、将来というかね、予備試験経由で、司法試験に受験して合格をして法曹になりたいって言ってる人はいるけれども、じゃあ果たしてその中のどれだけが本気になって勉強してるかっていう話なのね。うん、で実際それがさっき最初に言ったけれども担当の合格率、20% に現れてると思います。うん、正直担当式試験って客観的に見たらそんな難しくない。うん、なんでこれが 20% の合格率になるのっていうぐらいもう本当に基本的なことをマークシートで聞いてるだけなんだけれども、実際蓋開けてみると 20% しか受かってないってことは本気で目指してる層が本当に少ないってことに尽きるんね。うん、でじゃあその本気で目指す層の中に入るためにはどうするかって言ったら、もうとにかく一歩踏み出す、もうすぐにでも勉強を始めようという気持ちになるということで、そのために多分入門講座、実際にその予備校って、まあ、特にレックで入門講座受けるで来てる人っていうのは基本的にはその本気な層なわけですよね。うん、でその本気な層の中に実際入ってみて、で実際その中で切磋琢磨していく中で気持ちをどんどん高めていくというような効果はありますし、実際に予備試験に関してはそういうふうな、さっき強制力って言葉も出てきたけれども、入門講座とかそういうふうな一定程度の、そういう集団の中に入って勉強をするっていうことは必要不可欠と言っても、まあ、過言ではないのかなというふうに思ってます。うん、さっきの時間をしっかり取るという意味でも、あると思いますので、ぜひ予備試験受けてみようかな、司法試験本気で目指してみようかなっていうのはもうすぐにでも始めてもらいたいと思ってます。うん、でやろうと思った時がもう一番もう始める時っていうね、本当に資格試験はそこにあるので、それがもう放送への第一歩になるわけだし、そのなんていうのかな、言葉難しいけれども、その一歩踏み出すタイミングっていうのがとにかく重要だと思うので、であとはその一歩踏み出してから何をやるべきか、もしくはどうやってやるべきかっていうのはもうとにかくまあ私の講座であればその道は全部示すというふうに考えてますので、ぜひこれから予備試験司法試験目指そうというふうに思っている人は、ぜひぜひ一緒に頑張っていけたらと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、今日の、ガイダンスですね、田中式入門講座、短期合格の秘密を大公開、まあ、ここまでいたします。実際に受講をしていただいて講義の場で会えることを期待しております。ではありがとうございました。